分の1で下48センチですね。56.5センチ。じゃあちょっとケアして針を取っていきますので、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、あとね、ごめんなさい、これしか動かないんですけど、長径が大体筋膜小筋から長径靭帯がめちゃくちゃ張ってるんで、そこで屈伸から腹胸から伸展時に、ちょっと今ならないかな、ピコットのところで長径が引っかかってクリコンが出てます。これもやっぱ大事な合図ですね。やっぱりこれ以上緊張が高まってそこで強い負荷をかけてしまうと炎症を起こしてしまう、小径靭帯炎になってしまうので、しっかりとケアしていく必要があると思います。また引っかかり出てきましたね、一時期でも全然最初よりか全然いいですけど、取っていきましょう。ちょっと手で止まりにくかったらガサッと聞こえちゃうくないですね。こっちが分かんないですね。適当でいいっす。本当に。ありがとうございます。やった。ありがとうございます。頑張ってください。